アーセナルのプレシーズンね、ワイスカウトとかに上がったら見てみんなに喋ろうかなと思,思ってますけどね。生では見ないですね。そう、トーマスね、試合予告のストーリー上げてたんでね。あ,のアーあれ、アーセナルの公式でしょあれ。そう。なんだ始まるとあんたはこんなはしゃぐの <laughs> なんでね、あれでね。 トーマス、バーン、ニュルンベルグ、バッサス、アセナルみたいになってて、すいません、トーマス、ちょっとやっちゃってましたっていうのはないと思うんでね、<laughs> ちょっと安心ですね。あとは、ミランのベラサんのやってるって噂なんで少し見た感じ、渋谷トレーラーに出てて、ボール保持時はトレーラーより運んだり展開もできる印象なんですけど、どうですかね。そうですね。運んで、なんかあの、くるくる回ってかわしてる印象ですけどね、だから僕はベラッティーかなーって思ってますね。でも、なんか、こう、食らいついて奪うみたいなのはトレーラーの方が得意かなと思いますね。 トレーラーは計算入ってないっていうか、フィオレンティーナーあれ買うんじゃないのかね。僕は戻ってきたら普通にね、まあでもね、プレス耐性低いからな、トレーラーは。トレーラーかエルネニーどっちか、ジャカが残るんだったら、あとトーマスいるからもう1枚取るって感じで、4枚で計算するって感じですよね。